皆さんこんにちは、風谷です。本日は引き続き催眠術の第一人者であるドロレス・キャノンが時空を超えて16世紀フランスの偉大な預言者ノストラダムスと対談した興味深いエピソードをご紹介していきます。ドロレスは自身のクライアントを通してこの大預言者ノストラダムスを見つけました。様々なクライアントがそれぞれの方法でこの偉大な預言者と接触します。中でも最も奇妙だったのは占星術師ジョンのコンタクト方法でした。彼は神秘的な宇宙のアカシックレコードを通してノストラダムスを見つけ出したのです。